皆さんは山口組四代目組長の竹中正久という男を知っているだろうか。竹中は組長就任直後に山一抗争にて暗殺された悲劇のヤクザである。荒ぶる獅子の異名を持ち、暴れん坊将軍ながらも親分のためなら何でもすると大勢の若い衆から慕われていた。1981年に山口組田岡組長が亡くなり、さらに翌年次期四代目組長とみなされていた若頭の山本健一も病死。その後組長代行についていた同じ若頭補佐で先輩の山本博士と若頭に就任した竹中との間で跡目争いが勃発している。当初誰もが山本が四代目組長になると思っていたが、田岡組長の未亡人が竹中を支持したことで異例の出世を果たし、1984年7月に竹中は四代目組長に就任。そして山口組のトップとなってから竹中はわずか220日で命を狙われ、帰らぬ人となった。大逆境を跳ねのけ、大勢の若い衆から慕われていた竹中組長、一体彼はどのような人物だったのだろうか。竹中の生い立ちやその人柄、そして数々の武勇伝について触れていきたいと思う。正久はしょっちゅう喧嘩ばかりしているかと思いきや、勉強も真面目にやっているみたいだな。ああ見えて結構勉強の成績はいいみたいよ。竹中は1933年11月に兵庫県にある竹中家の三男として誕生。祖父は村の助役、父は村会議員という名家であったが、戦争へと進む暗い時代でもあり、家業の料理店の経営が傾くなど苦労があった。子供時代からわんぱくで喧嘩ばかりしていたというが、その一方で勉強熱心な一面もあり、成績は常にクラスでトップクラスであったという。終戦後、家計を助けるために瓦工場で働き出すも、約3年後の1949年に退職。そして1951年には借金を返さない知人を脅したとして少年院を出所した後、竹中は兵庫県姫路市の繁華街東新町で飲み屋の用心棒を開始する。本職のヤクザ相手にも物おじしない強胆さと腕っぷしの強さで周囲の不良少年たちから一目置かれる存在となり、グレン隊のリーダーとなった。今のままでは竹中組の舎弟たちが今後苦労するかもしれない。ここは一つ本職のヤクザになるべきか。竹中はグレン隊の身でありながら竹中組を結成、自前の賭場を開くなどし、ヤクザ顔負けの権力を持っていた。当然ヤクザは優秀な竹中を組織に引き込もうとスカウトするが、長いものに巻かれるのが嫌いな性分の竹中は断り続けていた。だが1961年、竹中は舎弟たちの将来のことを考え、本職のヤクザになることを決意し、山口組の直参となる。こうして竹中のヤクザ人生は幕を上げた。自身が若い頃から下の者を思うことを欠かさなかった竹中組長。ではここで竹中が大勢の若い衆から慕われることとなったエピソードについて触れていこう。大島一家との抗争にお前も田岡の命令で収拾をかけられたんだろう。もうすでに逮捕者が続々と出ている。田岡が責任者と証言したらどうだ。おい、ちょっと待て。田岡組長を呼び捨てにしてんじゃねえ。大体田岡組長の命令でも何でもない。なら一体誰の命令だと言うんだ。責任者は誰だ。俺が責任者だ。1962年、竹中が山口組入りして早々、福岡事件に巻き込まれる。福岡事件とは、警察から指名手配された山口組系石井組組員、平尾邦人が福岡県にある山口組系伊豆組にかくまってもらっていたところ、ヒットマンたちに射殺された事件が発端となり、起きた事件である。はじめ地元の暴力団である大島一家や宮本組が犯人だと疑われていたが、地元の炭鉱主が暗殺を依頼していたという。その後、大島一家と和解交渉に乗り出す山口組だが、身に覚えのない罪を被る者は当然おらず、朝廷は決裂。抗争を覚悟した山口組は、竹中を含む250名以上の兵隊を福岡へと送ることとなった。しかし、山口組の動きを察知していた警察により、山口組組員らは狂気準備集合罪で次々と逮捕。竹中も警察に逮捕され、取り調べを行うことになった際、山口組組長、田岡和夫を呼び捨てにした検事に激怒し、取り調べ室で大暴れしたという。また竹中組組員を守るため、自ら責任者と名乗り出て、一人で罪を被るという男気を見せた。竹中は豊富な資金があっても、贅沢は一切せず、
用事がない限りずっと組事務所にいるような人間であった。組事務所での竹中の過ごし方は、六法全書を読み漁り、知識を蓄えるほか、将棋をして過ごしていたという。また若い衆と同じものを食べ、自分だけいい食事をとることはなかった。不必要に飲み歩くこともせず、たまに飲みの席でホステスなどに接した場合には、大量のチップを渡していたそうだ。竹中は任侠道に厳しい一面も持っており、山口組から分裂した一和会が記者会見を開いた際に、極道がスター気取りでは世間様に笑われる。極道は極道の分をわきまえろ。と厳しく指摘している。竹中は決断力がある。しかもその判断が早い。お前は山口組の柱となるべき男だ。俺は一生、田岡組長についていく男です。まだそんな先のことはわかりませんよ。そうだろうか。若い衆も、お前を大層慕っているみたいだな。上に立つ人間は、下の者を大事にできる人間じゃなければならない。だからお前は、上に立つべき人間なんだ。竹中は決断力があり、答えを出すことが早いだけでなく、人情深く、大勢の若い衆から慕われていた。そして親分となった後の竹中は、時間さえあれば、服役中の若い衆の様子を伺いに行くなどし、家族同然のように扱っていたという。まるで、鴨田親分に通ずる部分も持ち、昭和ヤクザらしい人間である。また竹中は、ヤクザとして生きるため、あることを決めていた。俺はヤクザだから、敵が多い。もし万が一何かあっては困るから、結婚することはないし、子供も作るつもりはない。それでもいいわ。私はあなたのそういうところに惹かれたんだもの。竹中は、ヤクザの活動を行う上で支障が出るため、あえて結婚はせず、子供も作らないという道を選ぶ。夫婦同然の愛人、中山清美という女性と、組事務所の2階で同棲していたという。しかし1982年、賭博絡みの脱税容疑で竹中は逮捕。そして愛人の中山も指名手配されることとなってしまった。これがきっかけで2人の間に亀裂が入り、関係は破綻している。その後若い愛人ができた竹中は、その愛人宅のマンションにたびたび立ち寄るようになる。竹中組長はもっとガードを固めるべきだ。ボディーガードをつけた方がいいですよ。愛人のマンションにボディーガードを連れてくるというのはかっこ悪い。しかし最近マンション付近が怪しいと思うんです。何かあってからでは困ります。人間死ぬ時は何したって死ぬ。持ち食ったって運が悪かったら死ぬもんだ。竹中は部下から身を固め守るためボディーガードをつけるように助言。しかし敵対組織である一和会系組員に愛人のマンションを出入りしていることを察知されていたため、その後竹中は命を落としてしまう。ヒットマンたちの襲撃を受け、竹中と共に側近である山口組若頭中山和正、山口組系南組組長南勤とともども射殺されている。竹中は文武両道の大物ヤクザではあったものの、ヤクザ人生の最後はその強胆さゆえに命を落とした。筋の通った任侠思想は魅力的でもあるが、大きな組織のトップという自覚が足りなかったのかもしれない。なんだかあっけない最後だな。組長っていう自覚が本当に足りないと思う。せっかくその他の面は優秀なのに、なんてもったいない死に方しちゃったんだろう。とはいえかなり男気がある人だったんだね。そういう面では本当にかっこいいと思ってしまった。今のヤクザ界にも竹中みたいな人が存在していたらいいのにね。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。